はい、シェフライフ続きからやっていきたいと思います。ですね、前回の動画とかちょっとあれなんですけど、BGM がね、ちょっと YouTube 的に引っかかる曲が多すぎて、一部本当無音になってたりとかするかなと思うんです。本当申し訳ないなと。本当に何でしょうね、もう私もどの曲が引っかかってるかよく分かってなくて大体動画上げると30分後ぐらいに YouTube から、じゃあ Google かなから、こことこことここが引っかかってますよみたいな。うん？っていう。そしたらもうそこをとりあえず YouTube 側でじゃあ曲だけミュートにしてくださいってやってるんですけど、なんかめっちゃ確実で大丈夫？新しい料理が増えたんだったっけ？そうだよね。とりあえずこれをまず作りましょう。ミートボールのソース、肉を、玉ねぎ切って、肉切って、パンとニンニク、あれ持てねえんだけど、あ、まだなかったわそうだそうだ、注文してね、注文しなきゃ。入れすぎ。I'll collect all your products and be right over. 急いで。早急に。ちょっと料理急ぎたいから、早急に。遅いのよね。地味に遅いのよね。なんかいじれるとこあるかな。設備的なものはまださ、特にこれといって増やしたいぞっていうのもないから、とりあえずはね。なのでもうまだ調味料取れないもんね。そうだよね、早くしてよって。お怒りほら、あ、遅いわっていう、あ、遅いわねっていう。おお、どこ見てるんだろう眠いのかな。まあね、はいはいはい、どうもありがとねーって。ダッシュダッシュだよ、何もないよ。やっぱ新メニューとりあえず作んないとね、話になりませんから。多いな大変だね、やっぱこれワンオペだよ、大変だよ、誰か手伝いなさいよって本当思うんだけど、誰も手伝ってくれないんだもんね、嫌な世界でもリアルなのかもしれない、これがね。玉ねぎください、ニンニクください、これもいるの、書いてあるものはとりあえずもらってこいよ。で、え、どっち、牛だよね、よいしょ、さあ切っていくわよってあ、すごいすごい、切り方が違う、うお、あ、もう出来上がり、これも切っとこうか、せっかくだからね。はい、いただいとくわ。で、後で使うかもしれないし、わかんないけどスパイスとりあえず持ってないと困るから、てか冷蔵庫入れとく、この肉、このこれ、はい雑だな。お待ちになって。これ玉ねぎ2個いるの？ 2 って書いてあるよね。そういうこと？
あら、そんなに使うの？あのトマトの缶詰みたいなどこに？これか、これとこれか。よし。もうね、覚えられるかどうか不安でしかない。こういろんなものをね。うん、何これ？玉ねぎ切りたいんだけど、まず、あ、切ろ切ろ切ろ、はい。いいのこれで切り方。なんか違う気がするんだけど、切り方絶対違うよね。薄切りじゃないよね。ちょっと待ってよ、のんきのんきにやってる場合じゃないね。私、急ぎなさい急ぎなさい。これさ、ど、待って、Y じゃないの？あ、何のボタンだって今。ちょっと変えなきゃ。ダメダメダメ。あ、これこれ、これよこれよって。これが欲しかったのよ。で、どうすんのよ。調理過程見なさいって。どうすんのよ。切りました。で、ニンニクそのままあります。パンもあります。ミキサーに放り込む。OK。ミキサーにぶん投げる。よし、これとこれとこれと、え、スパイス入れるの？塩が足りません。一回でいいみたい。よかった、今二回入れようとしてた。で、これで OK でしょ。で、その間にさ、ちょっともう一個の料理についても見ておきましょう。ごめんなさい。これですね。ミラノ風ですね。ミラノ風ってなんやねんって。待って。え、必要なもの、えぐくないですか？そうなの。終わったわ。よし。はい、そしたらこれを出してこねるよって、こねていくよ。ミートボール嫌いな人っていないですよね。私も割と好きかも。うん、別にただの肉団子とかでもか。よし、回収します。で、ここまではね、ちょっと待って、あ、やばくない？お店開いちゃうよ、あんまノロノロやってると。急いで急いで。で、作りました。で、ミートボールも作りました。で、ミートトマトソース煮だから、みじん切りのあれと潰したニンニクとパセリがいるわけね。パセリも持ってるから、潰したニンニクとパセリ、潰したニンニクとパセリね。 OK、 やるわよ。さあ、潰していけ。おら、あ、すごい、何このアイテム。初登場。で、ここまで無事ですよ。んで、んで、だって。作りました。全部鍋にぶち、こうやって、あ、深型のフライパンにぶち込むと。あ、火が弱すぎるのは良くないと。OK。火が弱すぎるのは良くない。なんかいるんだけど。何あの人、フライパン持っていくわ。こんにちは、何、どうしたの？フライパンでぶん殴るよ。怖すぎる。治安悪。非常口は機能しているし、衛生基準も満たしている。市長は満足されるよ。こんにちは、僕はジン、市役所で働いてるよ。君がこの店を引き継いだと聞いて楽しみにしてるんだ。市長が君の書類を承認されて嬉しかったよ。候補者の中では君に来てほしかったから。この素敵な街へようこそ。聞いてくれると嬉しいな。頑張ってくれよ。うん、お役所の方ね。私あんまりお役所の方好きじゃないのよね。ちょっとリアルな私が出ちゃう。あんまりお役所系の人は好きではないというね。仕方ないの、これに関しては許して。火つけていい？ダメ？
トマト缶は途中でぶち込むんでしょ。はい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 。ファイヤースパイスあいつ入れるんだこれ。全く足りません、足りません、足りません。完璧、よし。いつ入れるのこれ、見てなかったんだけど。そろそろ出た方がいいかしら。どう？えい。でも美味しそうじゃない？うん、普通に美味しそう。なんか混ぜていいの？なんかフライパンギャンギャンギャンって動かさなくていいの？よくやるよね、ギャンギャンギャンって。あんまり火は弱すぎない方がいいんでしょ？ずっと中火でいいわよ。何事も中火よ。私何の料理作るときも大体中火。たまに焦げる。うん。はい。あとはもう出来上がるの待つだけね。チーズとパンを取りましょう。パルメザンさんとパンさん。これをここにかけると。ちょっと違うのよ、ZL さん。よし。お任せしますと。で、出来上がりと。フライパンを取ってください。フライパン取れないんだけど、ね、フライパンを取ってって。これを一個ここに置いとこう。誰話したがってる人って、もううるさいんだけど。は？ちょっと置けないんだけど。ね、何？ We have a solid foundation here, but we shouldn't get complacent.何？ちょっと言いたいことあるなら言いなさいよ。何？ Hey. は？あるある。接客スタッフは自分たちだけで仕事に対応できるようになったよ。最高だ。でも新しいお客様がこんなに増えると厨房のヘルプが、だ、そう、当たり前なのよ。サブシェフになろう。本当かよ。大丈夫か？できるか？お前できるか？あ、魚が得意なの？何ができるの？ちょっと食材の下ごしらえをやりなさい。じゃあ何してんの、あの人。大丈夫？やってる？置きたいんだけど私これ。置けないのこれ。ダメなの？もういいわよ。じゃあミートボールを没収するわよ。よいしょ。あの人今何してんだろう。なんかずっと突っ立ってるけどって感じ。まったく何してんの、あの人。あ、違う違う。変なもん置いちゃったよ。We need your help if we are to perform at our best.何言ってんの？ちょっとわかんない、ごめんね。は？何うどなれてんのよ。やりなさいって。こいつダメよ。使えないわ、ちょっと。これあと、ま、何盛り付ければいいの？どう盛り付けるの？盛り付けだけちょっと教えて。あ、もうこのまま盛り付けでいいの？超簡単じゃん、イエーイ。普通さ、なんかちょっとこう思わない？あ、この人忙しい。ねえ、ほんとにさ、ねえ、待って、何なんか指示がちゃんとできないってことだよね。まあ完璧。ほぼゾンビで後ろにいる人。大丈夫かしら。ちょっとゾンビちゃん、ねえ、これは？
これできるの？あなた大丈夫？不安だわ。なんかもういろいろとなんかやってる。一応なんかやってるぞわかんないけど大丈夫かな。じゃあちょっと今のうちにミラノ風作るよ。ミラノ風、必要食材を取ります。何ですか？とりあえずトマト、レタス、レタス、レタスはさどうしたらいいの？葉っぱをちぎればいいのね。おら引きちぎって引きちぎって、バシ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 。こういうの中に虫とか入ってて嫌なんだよねなんか田舎の人あるあるじゃない、あるよね。なんか異様に虫入ってたしな、あれ。もう今日の準備はしてないけど、もうそれは仕方ないと思って、こいつ全然準備しねえじゃんって。でメザン作りました。え No! パルメザンにスパイスが必要だったみたい。 No! Are you sure everything is fine? ちょっとごめん、何言ってるか分かんない。 We are a team. We support each other. 何言ってんの、ごめんね。ちょっと今パルメザンに入れなきゃいけなかったって事実にびっくりしてるから、ちょっと話は聞けない、ごめんね、話聞いてると私死んじゃうから。必要なもの多すぎない？一気に持っちゃった。待って、いらないものをちょっと捨てよう。いらないものいっぱいあるよ。え これ置いて、でこれいらない。で本物を作ります、ちゃんと。はいはいはい。でスパイス大丈夫？完璧？よし。んで。やっぱね、練習の時点で完璧な料理を作らなければいけないと私は思ってるの。作業テーブルで、オリーブオイル、ビネガー、マスタード、オッケー。いただくわ。オリーブオイル、ビネガー。オリーブオイル。マスタードは持ってる。卵を持ってっちゃおう。大忙しだわ。あ、溶き卵作るの？あ、溶き卵ですってよ。あら、卵あるの上手ね。おら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 。え、待って、回すんだと思ったらまさかの左右。意外なんだけど意外な作業工程にびっくり。ずいぶん黄色いわね。ちょっと待って、他の作業工程からやらせてほしいんだけど、私。アレマアレマじゃないよね。ん待って、作業台で作れねえんだけど、なぜ。あった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 わ、ごめんなさい、作れたわ。これだ、こうでこうでこう、はいドン。またこれだ、おら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 、やばい、今日ほぼ料理作るだけで終わっちゃう。そういうこともあるよね。トマトとレタスのサラダ、え、トマト聞いてないんだけど、トマトいるのね。トマトどう切ればいいの？これね、はい。どうやったらそんな風に切れるの不思議な力すぎるでしょ今のは。作れるかしらこれ。作れそうじゃない？はいはいはい。うわ、初めてのアングルにちょっとドキドキ。大丈夫？やっぱこう見ると私可愛くないやっぱ角度だと思うな。時々すごい怖いなっていう表情してる時もあるけど、すごいじゃん。レタスの量、レタスじゃないわ、サラダの量。
これさ、サラダって冷蔵庫入れとける？でもさ、入れといたってしょうがないか。だって使わねえもんなこの先で、なんとか今ここまでやりました。そしたら肉を格子を切り裂いて、格子を切り裂いて、格子を切り裂くの、よいしょ、血が魚じゃないの、格子を切り裂いて、あなた格子ね、よし切り裂くわよ。最悪よ言ってることは。でも仕方ないの、格子を切り裂かないと話にならないから。はい、ゲッツ、格子ゲッツで、格子に多分まぶすのよねきっとね。これか、オッケー。おー、すごいすごい、べちょ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 、何も付着してないんだけど大丈夫で、作ったば、ここまで作ったらもう完璧、あと焼くだけ、多分焼くだけだと思うんだけどな。サラダ作りました。パン粉をつけた、スパイスが必要で、あとオリーブオイルがいる、オリーブオイルと、やばくない、もう結構営業時間じゃないのこれ大丈夫もう営業のことで無視してるんだけど、いいわよ別に、もうこの際知らない知らない。待って、回転しろっつってない？やべ、ごめんなさい。あれ、何、まだ回転じゃないじゃん、なんでいんのよあんたたち、騙されたじゃないのよこのフライパン使っていい？大丈夫、いいよね別に。あ、違ったフライパンが、ごめん、これじゃない違う、フライパンどいて、はい、どれがいいのかしら、これがいいのかしら、はい、あ、これでいいみたい、いくわよ。特にスパイスを入れる以外は特に気にすることはないのかなって思ってるんだけど、スパイスがどれが必要、全く足りません、足りません、完璧と。ふう、あとはひっくり返すだけですね。あ、よかった、なんとか新メニュー2つほどできましたね、よかった。まあ今日の営業は本当に崩壊ですけど、もう知らない今日は今日、まあそういうこともあるよねみたいな、うん、今後が不安だ、今後のこの店の営業が不安だ、結構やばい気がする、火力上げてやろうかな。出来上がりね、これで。オッケー何やってんのふざけてる、ほんと。はい、ごめんね、盛り付けるの私今から、ごめんね。え、何あれ、何あれ、レモンか何か、現在利用できません、嘘でしょ、最低、うわはもう最低、本当に嘘でしょ。これさ、ちょっと回収していい、回収できんのこれ、返してよ私の、自分のレシピを作る権利なかったよ、レストランが繁盛してるから、今ならまたやってみてもいいタイミングなんじゃないかと思ってさ、シーフードを基本にしたレシピとか魚介を扱うのは好きなんだよね、でもこの店の魚料理を作って基本から腕を磨き直したいんだ、どう思う、勝手にして使えない、え、マジショックなんだけど、これ返してほしいんだけど、返
返してよ。消えるんだろうな。ということでね、まさかの、I'm available if you need anything. 終わった。7日目にしてこの店閉店。指示出そう。何してんのあんたね。本当許さないよ私。できること少な。簡単だよ。簡単だよじゃないわよ。とりあえずもう今はしょうがない。もう何もしなくていい。客が何を頼んでくるか、それが大事。なんかあるわ、ここに。何これ。誰がプリン作れって言ったのよ。ねえ、姿勢悪い。姿勢悪すぎる。お客さんがビビるからやめて。怖いじゃん。だって店入ってきてさ、こんな、だらーっとした人がさ、ずっと見てたら。私だったら帰りたくなるもんね。何が欲しいの？早くして。笑ってる。笑ってる場合じゃないのよ。スパイス取っとこうかな。何？はい、オッケー。肉と、あれでしょ。Yes, chef. あんた切る仕事だけやって。早くやって。その間に肉が冷蔵庫に入ってるから回収して、久々よね、なんかこれ作るのもね。これさ、指示出した気がするけど、もういいや、自分でやろう。もう自分を信じていく私は。とりあえず肉の方を作るから、野菜なんとかしてほしいよな。切実に思うんだけど、やってくれんのかしらね。あ、OK なの？もう早くない？あ、違う、できたってこと？あれが。え？してるよね？よいしょ。もう焦りまくり、本当に。大丈夫かしら。とりあえず肉だけ提供しちゃわないことにはどうしようもないわよね。全く足りません。足りません。 OK みたいです。よし、指示出したいな。肉やってんだ。肉なんかもう切らなくていいんだけどね。正直ね、もう切らなくていいんだけど、まあいいわ。何もしないよりはしてくれた方がありがたい。その間にいただいていくわよ。よし、まあ、ポテトあげなきゃ。ポテト、はい。やばい、なんかすごい一人で頑張ってる私。焦ってる。そうだそうだ、ソース作んなきゃいけないんだ。バルサミコ酢となんだっけ、オリーブだっけ、覚えてない、ごめんなさい。こんな後でいいよ。はい、ぽい。はい、ポテト完成。急いで私。よし。でもね、野菜の方絶望的よ。まだ何もできてない。はい、出来上がり。はい、出して。提供してください。で、チーズとあれがあるから、待って。
結局これでしょ。なんかやれよもう自分で自主的に。使えんの。はい、もうこれぐらいやっといて。なんか別にいいよ、なんでも。で、あ、やだ、間違えた。バルザミコス作るのに必要なものを持ってきてない。え、どっちだっけ、小麦、砂糖、どっちだったっけ。どっちも持ってけ。とりあえず、なんか持っててもう困るものはない。はい、これがな、焦げつく問題があるんよな。その間にできることはなんだ。とりあえず切ってもらったから私にできることはもうないのかなって思ってるんだけど、ちょっと混ぜと、まだ混ぜなくていい。バズイル、バズイルを持って。何、あのピーンと音やめて。なんかびっくりする。なんかお客さんからのクレームかと思っちゃうじゃない。やめてくれる。よし、んで、まあでもな、できないことにはどうしようもないもんな。うちの店そろそろ赤字だと思うんだけど。すでに赤字だよみたいな感じもするけど、うん、この間に洗おうと。容量いいんで私。謎のアピール。容量がね、やっぱりいいんでね。うん、よし。できたんじゃない？はい、混ぜて混ぜて。これがあれか、あの子も、あの子っていうか、あの、一緒に働いてる彼もレベルが上がらないことにはもう、どうしようもねえよってことよね。早く上がんねえかな、レベル。やらせるしかないよね、いろんなこと。何してんの？オッケー。で、ほいほいほい。これでいいのでは。よし、できた。はい、回収。急いで。あのお客さんたちよく文句言わないわよね。私ならもう絶対文句言うんだけど。遅くないですかって。ま、言わない、いや、まあ、直接は言わないかな。聞こえるように、ねえ、もう遅くない、結構、ねえ、みたいな。でも30分ぐらい経ちましたけど、みたいなことは言うかもしれない。あれ？ないんだけど使えそうなもの。じゃあ私肉作るね。肉作る私。うん。肉作るけん、あの、あとお願いね。うん。頼むよ。ちょっと待って。よいしょ。
ゃがいも足りない。じゃがいも、じゃがいも。ポテトあげなきゃ。やばいよこれ。やらなきゃいけないタスクが多すぎるわ。ね。やっぱね。オッケー。オッケー。で指示出します。キャロットもいらないかも。何で今キャロット2個作らせたの。いらないわ、ごめん。全然いらないね、ごめんね。なんかもうパニックってる私。ひっくり返して、はい、OK。 何頼もうかな。なんか指示出したいよな。あ、なんかジュースでも作ったら作り見ないか。いやもうジュース作っといて、はい、適当だよ、ジュース作っといてって。パスタ2個ってどうしたらいいの。もうちょっと肉作ってからにするわ、とりあえず。パスタ2個が私にちょっと結構ダメージを与えてきたかもしれない。なんだろう、パスタの作り方覚えてないっていう致命的な状況。ごめんなさいね、そこの4人組全然できない。自慢じゃないけど全然できないのよねって。顔じゃないのよ、ほんと。はい、提供提供。え？よっしゃ、出せないと思った。んで、作っていくぞ、これをね、作っていくぞ。こうやって見れたんだ、今知った。衝撃の展開、今知るっていうね。はいはいはい、一回今録画が止まっちゃって焦るよね。はい、違う、何やってんの。んでスパイス全く足りません。これでいいでしょう。よし。で、こっちを、とりあえず火だけつけて、放置して、いやー、忙しいですね。非常に忙しいですよ。本当に。結構冗談じゃないって感じ？もう仕方ないよね。汚いこんなの、はい。はいって。で、ここにも。何？急いでんの私。ほっといてくれる私のことは。よし、完璧。OK。
頑張れ私。頑張れ私。水って2個目で入れるんだよね、確かね。違ったっけ？で？何入れるんだっけ？黒胡椒だっけ？完璧、よし。じゃあもうこれももう1個やろう。ね。二重にやるのちょっと危ない気もするけど。大丈夫、やれる。私はやれるよ。私はやれる子。Do you need my help for anything? 何？今やってんの。OK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 。 何か言った？何ができる？掃除とかしてくんね？あ、レベル2になってる。でもレベル4まではこれしかできないんだよな。使えねえな。使えねえよ。あ、蓋をする。あ、違う。蓋をする。大丈夫？なんかこれまずそう。なんかゲロまずって感じなんだけど大丈夫？あんま火力強くしてもよくないもんね。焦げるもんね、きっとね。こっちできそうだ。 OK。 嘘だろ。あ、1個でいっぱいできるタイプだった。失敗した。作んなくてよかった。これうわー、しゃあねえな。下ごし、はい、ちょっとこれほんと邪魔なんだけど、どうしよう。しょうがない。これですか？無駄に作っちゃった。最悪。でいいタイミングでパスタを放り込むと。これもなんか一気に2つやれないかな。やれる気がする。私謎の自信でしかないけど。 you know I can help out, right? 何？何って。もうそれ子供にさ、なんか聞くみたいな感じで、もうね、何どうしたのって、お腹減ったのって、諦めて。後で洗うのやだな。この量洗いたくねえな。ね、全然洗いたくない。しょうがないわよね、あとこのパスタを作ったら出来上がりじゃないところも辛いよね。ね、まだあのスープ作んなきゃいけないからね、混ぜて。 I need a challenge. 何、うるさいよ。ね。あと盛り付けて終わりか。よし。盛り付けてこよーっと。後ろに死体がいる。怖い、ゾンビ。はい、どうぞ。食らいなよって。え？ちょっと待って。やばい、完成してる。ねえ、汚いフライパン洗ってくんね。洗うぐらいできるでしょ、あなたにも。さすがに。洗うって作業はレベルいらないと思うのよね。さすがに。あれでもできる。子供でもできる。うん。はい、出来上がりです。Do you need my help for anything? え？
に出せないんですけど。は？ああ、下だった。ごめんなさい。私が下画面を見てなかった。はいはい。ごめんね。で、次、スープ。Chef, the table won't be happy that their food is cold. 誰だ今の。別に私冷ましたくて冷ましたわけじゃないの。冷めてしまったの。悪いけど冷めてしまったのよ、うん、決してね冷ましたくて冷ましたわけじゃないということだけを強く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 言いたいですね。うん、うん、全くふざけんじゃないよって。え、何、どこでやるんだっけ。どこでやるんだっけこれ。なんか板が必要なのよ。あった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 。はい。いた。置いちゃった。あれ、板ってここでいいんだよね。あー、取ってきてない。緑さん。緑さんをこうこう、OK です。で、この間にそうだ、あれ切ってある、切らせてるから何をしたらいいか分からない、バカ。私ね、苦手なの。あの、バイトとかでもいない？こういうさ、自分で考えられないタイプの人。考えなさい、ちょっとは自分で。ああ、今こういうことした方がいいのかなとか。ちょっと考え、わかるでしょ？ダメ。こういう人がね、あの、逆に今怒られる時代だからね。まあ、あれですけど。でもそうじゃない？ちょっとぐらい自分で考えなさい、まったく。すべて私指示できない、そんなに。私一人しかいないのよって。あー忙しいな。アピールアピール。あー忙しい、あー忙しいわ。洗い物って、ね、遅くない、出来上がるの。こんなもんだった。ちょっとなんでこの置けないの。置く場所にすごい困っちゃうんだけど。まだある、洗わなきゃいけないの。 I'm available if you need anything。僕空いてるよ。見たらわかる。大丈夫。だってこれしてってことがないんだもん今。ごめんよ。うん。なんだ、あなたにできることがないのよ。ちょっと自分をね、あの、反省してもらっていい？ああ、自分って今こんなにもこう指示をもらえないぐらい。何も、あ、私フライドポテト食べたいからポテトでも作っといて。こういうの無駄に作らせるとさ、余り物になっちゃうからな。遅くない？まだ？ちょっと急いでほしいんだけど。大丈夫？うちの店カオスよね、ここまで行くとね。遅い。冷蔵庫とか入れ、ぶん投げたら早く終わんないの？それ思った。冷蔵庫だよこれ。ほらほら早いもん。あ、ミスったね。冷蔵庫入れとけばよかった。バカー、私のバカー。できました。なんで1個作業が終わるとさ、ゾンビ化するの、あなたは。本当にもう一人バイオハザードで、あなただけ。はい、出来上がり。はいはい、出します。やっと終わった。もう今日の営業やめない？もうしんどいわ今日の営業。閉店閉店。
自分で閉店選べたらいいのにね、本当に。Plate on its way. 運びますよじゃないよ、まったく。And another service 終わった。I never get tired of it. あんた疲れてないかもしれない、私めちゃくちゃ疲れたんだけど。めっちゃ疲れた。当分はやっぱこの楽なモードでやっていきたいですよね。無理だよ無理だよ。あーできてる、新しいの。何これ、コーヒー、え、子牛のクリーム煮覚えましょう。これも頑張んないとな。これは何、レベルはあるけどまだ無理ってこと。作れるかな、どうかな。今日何したの、あなたは教えて。何もしてないよね。うん、謝罪を要求するわはい、ということでですね、なんかあるかな、イベントあったらあれですけど、なければもうこのまま終わって、また次回ちょっと新しいメニューまだ2つあるので、それを作成していこうと。そうですね、じゃあ一旦今回これで終わりたいと思います。いやー大変でしたね。バイバイ。